バイダーチャンネル、皆さんこんにちは、スパイダーの森部です。今日もですね、前回に引き続き、ASEAN6 における販売チャンネル戦略ということで、同文館出版から私が去年出した本ですが、この本の解説をしていきたいと思います。今日はね、ページ10ページ、先進グローバル企業の販売チャンネルの型ということで、2番ですね、2番先進グローバル企業の販売チャンネルの型ということで、お話をしていきたいと思います。日頃よりスパイダーチャンネルをご覧いただき、誠にありがとうございます。スパイダーイニシアティブでは、B2C および B2B 製造業を対象に、グローバルサウスなどの新興国市場におけるマーケティング戦略に関する定期セミナーを開催しております。詳しくはスパイダーイニシアティブのホームページ、もしくは本番組概要欄をご確認ください。皆様のご参加を心よりお待ちしております。で、型のね、話をする前に、まずその先進グローバル企業の強さの秘密を少しここでは書いていて、で、まあね、長年その先進グローバル企業というのをこう研究して分析して、その強さの秘密を紐解いて日系の製造業に伝えていくっていうのは僕の仕事なので、そんな中で、僕がこの先進グローバル企業、まあこの本は消費財をメインに書いてるんで、そのどういう企業を先進グローバル企業と言ってるかというと、 P&G であったり、ネスレであったり、ユニリーバー、いわゆる世界のトップ消費財メーカー、 FMCG メーカーというところを先進グローバル企業というふうに言ってます。で、これ当然 B2B でもそれらの先進グローバル企業というのは存在して、 B2B の方、これもし見てられたら、自分たちの事業に置き換えて考えてもらったらよろしいと思うんですけども、その先進グローバル企業の型の話をする前に、なぜ彼らがその型を作れるのかという話をしなきゃいけなくて、で、そのためにはやっぱりその先進グローバル企業だけが知っているその価値観みたいなものがあってですね、それが非常にその型作りに影響していると。で、この10ページのところで書いてるのが、そのスピードが価値に変わる仕組みを先進グローバル企業は熟知してますよということを、日本企業はね、判断が遅いとこう一般的に言われて、欧米、と言われるような企業は早いというふうに言われてますけど、その早い遅いの話じゃなくて、なぜスピードがその早いことが価値になるのかっていう、この構造自体を理解してる、まあ後で詳しく説明しますけど。で、2つ目がグランドデザインを描く力が、能力が高いと。グランドデザインっていうのはその全体像なんですよね。個人で言うとビッグピクチャーとかっていうふうに言ってもいいかもしれませんけど、このグランドデザインを先にこう描いていって、ゴールを明確にこう見える化する。で、そのゴールに対して最短で到達するために逆算をしていくってい こう思考になってるので、その戦略とか戦術を作るときに全部そういうその思考で作られている。で、このグランドデザインをこう見る力って本当に重要で、日本企業の場合は目の前のことをとにかく確実に着実にやるんだということで、一歩一歩こう階段を上がっていって、着いた先にはきっと素晴らしい世界が待っているという、思考が非常に強いんですけど、80年代90年代はそれで良かったんですけど、この2000年代になってからですね、こう一歩一歩目の前の階段上がっていっても、必ずしもその頂上には自分たちが求めているものがなかったりするっていうケースがあるんですよね。だって登るのには時間かかっていくわけですから、この時間の経過でグローバル化のスピードも非常に速い。そうなった時に、ああいうものを求めてたのに頂上に着いたら全然違ったよと。で、こうなるとやっぱ取り返しのつかないことになるので、考え方をこうスイッチしてるっていうのが非常に欧米の先進グローバル企業の面白いところで、で、3つ目のその指標という武器を最大限活用する。これはね、その目的があるわけですよね。で、その目的を達成するために目標値を設定するわけなんですけど、その目標値を達成する、目的や目標を達成するために、最も重要な指標が何なのかっていうことをまず最初に特定するっていうことが非常に得意で、で、言ったら指標のないアクションは取らないって言ってもいいかもしれないぐらいに指標を重要視する。で、その指標が、いわゆるその価値に対して非常に重要なものなので、
その指標だけを追い続けるっていう、そういうことをまあしっかりやるんですよね。で、それがまあ非常に特徴的で、でこういう3つのその価値観、こういうものを持っていると、必然的に型を作らなきゃ勝てないと、販売チャンネルの型を作らなきゃ勝てないということに気づかされるので、それでまあ彼らは強いんだなというふうに思っています。で次回ね、もう少しこのスピードが価値に変わる仕組みとかグランドデザイン、を描く能力が高い話、それから指標武器に、武器を最大限活用するということについてお話をしていきたいなというふうに思います。今日これぐらいしたいと思います。また次回お会いいたしましょう。